爆弾先生の爆弾発言。米焼酎これしかないわ。よかいちよかいち、きれいな味や。噂の本格米焼酎よかいち登場。空牛差し上げます。このパウダリー一日くすみ知らず、その上肌に潤いを保ちます。エリクシールの新しいパウダリーパクト、資生堂。くすみ知らず。今週のショービズラインナップ、まず始めとのように全米映画興行成績ベスト10、ジャン・クロード・バンダムの魅力や最新 SFX の撮影秘話を語るタイムコップのキャスト、映画ターミナルベロシティで3メートルの高さからの飛び降りに挑戦したチャーリー・シーン、映画クイズショーで監督兼プロデューサーを務めたロバート・レッドフォード、その原案であり36本の番組を打ち切りに追い込んだクイズ番組スキャンダルの真相、ナチュラルボーンキラーズが描いたものは現実なのか誇張なのか、メディアと暴力の関係、そしてアメリカの最新チャート10月1日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショービズアートネイチャーは気になるところを無料で診断、無料で体験増毛。無料ということは、技術に自信があるんですよ。無料体験増毛キャンペーン、ただいま実施中。お電話お待ちしております。とにかく無料で診断、無料で体験増毛。アートネイチャーは気になるところを、ズバリ200本。そう、要するに技術に自信があるからできるの。無料体験増毛キャンペーン、実施中。天そばどれでもいいよね。オッケー。天ぷらはサクサクせんと寂しいぞ。何やつ。どん兵衛にしなさい。いや、お味方。後乗せサクサクじゃ。サクサク。うどん、どん兵衛、そばどん兵衛。もし、この前は。世直しどん兵衛じゃ。ホテルの部屋を荒らして逮捕されたジョニー・デップの新作エドウッドのプレミアがニューヨークで開かれ、監督のティム・バートンや共演のビル・マーレー、サラ・ジェシカ・パーカーらが出席しました。この暗いタッチのコメディは現在ニューヨークとロサンゼルスで限定公開中です。同じくニューヨークであのマイ・フィア・レディ復刻版のプレミアが行われ、大物たちが素敵な夜を過ごしました。1964年に今は亡きオードリー・ヘプバーンがイライザ・ドゥーリトル役で人々を引きつけた名作ミュージカルは、スパルタカスやアラビアのロレンスの復刻版を手掛けたスタッフにより30年経った今よみがえりました。エリック・クラプトンのニューアルバム From the Cradle が発売から1週間で20万枚を売り上げ、ビルボードアルバムチャートで初登場1位に輝きました。 REM のリードシンガーマイケル・スタイプがエイズ説を否定しました。スタイプはニューズウィーク誌に対し、エイズの噂が広まったのは自分が痩せていて肌の色艶が悪いからだろうと語っています。今後はニューラインシネマの映画制作や来週発売するアルバムモンスターのプロモーション、そして来年春のツアーへ向けて忙しい日々となりそうです。今週の10位、コリーナ・コリーナ。7週目で3ランクダウンを喫したロマンチックコメディ。妻を亡くした男とその娘をまとめて引き受けるハウスメイドにウーフィー・ゴールドバーグ、共演レイ・リオッタ。9位、トゥルー・ライズ。11週目でワンランクアップ、まだまだ元気なアーノルド・シュワルツェネッガーのアクションコメディ。
夫婦の危機に瀕したスーパースパイがミセス同伴で奮戦します。監督ジェームズ・キャメロン。8位、ミルクマネー。4週目で2ランクダウンの性教育付きロマンチックコメディ。父の再婚相手を探す少年が見つけた美女の正体は、主演メラニー・グリフィス、共演エド・ハリス、監督リチャード・ベンジャミン。7位、マスク。9週目でこちらも2ランクダウン。とはいえ公衆トータル1億ドルの壁を突破した SFX アドベンチャー。古代の仮面を手に入れた普通の男があっと驚く大変身を遂げます。主演ジム・キャリー。6位、ナチュラルボーンキラーズ。5週目で2ランクダウンのバイオレントな犯罪ロードムービー。アメリカの底辺に潜む犯罪の牙、そしてメディアの罪にオリバーストーンがメスを入れます。主演ウディ・ハレルソン。5位、クリア&プレゼント・デンジャー。放題今そこにある危機。8週目で2ランクダウンのトム・クランシー原作シリーズ第3弾。 CIA の足元に迫る危機、受けて立つジャック・ライアンにハリソン・フォード、共演ウィレム・デフォー。4位、クイズショー。拡大公開に伴い18位からトップ10入りを果たしたロバート・レッドフォードの最新監督作。50年代テレビ界のスキャンダルに迫ります。主演ジョン・タトーロ、レイフ・ファインズ。3位、フォレスト・ガンプ一期一会。12週目で一歩後退したアメージング・アドベンチャー。 IQ なんて関係なしと現代アメリカ史を駆け抜ける新種のヒーローにトム・ハンクス、共演ロビン・ライト、監督ロバート・ゼメキス。2位、初登場ターミナル・ベロシティ。スカイダイビングのコーチが教え子の死をきっかけに事件に巻き込まれるサスペンススリラー。主演チャーリー・シーン、共演はナスター・シャキンスキー、監督ダーレン・セラフィアン。1位、タイムコップ。2週目もトップの座をキープした近未来アクション。未来の過ちを正すため時間を遡る警官にジャン・クロード・バンダム、汚れた政治家にロン・シルバー、監督はピーター・ハイアムズ。この秋のボックスオフィスは低調なものになりそうです。先週末の興行成績は10週ぶりに昨年の同時期を下回るものとなりました。マーティン、この秋雨前線はこのまま停滞するんでしょうか。いや、まもなくボックスオフィスには秋空が広がりますよ。これから期待作が何本か公開されますから、すでにいい成績を上げている新作もあります。ロバート・レッドフォード監督作クイズショーは200巻余りの限定公開で300万ドル近く稼ぎ、堂々4位に入りました。今週末からは400巻に拡大されます。ティム・ロビンス主演のシャウシャンク・リデンプションは先週末33回の封切られ70万ドル以上稼いでいます。現在チャートの第16位につけており、幸先の良いスタートと言っていいでしょう。明日10月1日に550巻でスニークプレビューが行われるこの新作も今後素晴らしい興行成績を記録しそうです。メリル・ストリープのリバーワイルドの一般試写も先週末開かれました。で、結果はなんと 99.5% の観客が素晴らしい、あるいは良いとの評価を下しました。同作は今週末から2000巻以上でスタートを切ります。30年前に制作されたマイ・フェア・レディのお色直しが終了し再公開されますが、これはいかがですか。とても素晴らしいものです。ロバート・ハリスとジム・キャッツの手で70ミリ映画は見事に復元され、華麗な仕上がりを見せています。映画が初めて公開された時、主演のオードリー・ヘップバーンには正当な評価が下されませんでした。舞台版をヒットさせたジュリー・アンドリュースの代わりにより映画的なスターヘップバーンが起用されたことが反感を買ったのか、ハリウッドが素晴らしい劇を台無しにしたと映画は評されました。来週封切られるノストラダムスの報酬も占ってもらえますか。いやいや、予言はどうも私には。代わりに記録をお伝えしましょう。トゥルーライズがインドネシアで公衆新記録を樹立しました。この映画は海外マーケットでも活躍が期待されています。すでにアメリカ国内でも1億4000万ドルの報酬を上げたヒットとなっていますが、外国でも人気を集めることになりそうです。先週末ロングランヒットを続けるフォレスト・ガンプを抜いてトップの座についたタイムコップ、今週も第1位をキープして、主演のジャン・クロード・バンダムも大満足していることでしょう。
彼は今回ダイナマイトな監督と共演者に恵まれました。タイムコップの助演陣と監督ピーター・ハイアムズの声をお届けしましょう。 We have to go. Trust me. Trust me. バンダム扮するタイムコップマックスの妻を演じた宮沢らは、近未来2004年にも現代と変わらぬ問題があることを知りました。Cop's wife just she's frustrated. She really wants to have children. She really wants to settle down. She is having a more and more difficult time getting through to him. 事態はさらに悪化します。妻を殺されたマックスは時の旅を決行して過去に遡り、事態を変えようとします。その間に彼は金が全ての腐敗した政治家に出会います。演じているのはロン・シルバー。 Elections are won with television. You don't need the press, you don't need endorsements, you don't even need the truth. You need money. シルバーのファンはシリアスな性格俳優の彼がなぜ SF アクションにと疑問を持つかもしれません。 I want to work with Van Damme because I'd seen one or two of his movies and I found that among the people who do that kind of genre there was a kind of charm he had and a vulnerability.ミヤサーラもバンダムに魅了されました。He really wants to be considered a better actor, and I think he's really good in this film. I think he's better than he's ever been, and I think he should be happy and proud of that. 元キックボクサーのバンダムが演技力を磨いている間に、シルバーも新たな分野への挑戦を果たしました。中でも力が入ったのは、過去に遡り、若き日の自分と対面するシーンでの演技でした。Time travel, someone says, gets a big laugh.Christ, you're me. I have to be so precise, but there's nothing there. So at one point, the director, Peter Hyams, put my head in a vise to make sure that I could not move one way or the other. I never know when you're putting me on and when you're not. I swear to you, that's the truth. It was, without question, the most degrading, humiliating moment of my acting career. 監督、ピーター・ハイアムズがロン・シルバーを起用した思惑はどこにあったのでしょう。 I wanted to put an actor in there so that when you saw the trailer and you went, ooh, Ron Silver.シルバーの出演理由も聞いてみました。Most of the movies I've done have basically been seen by my parents and my loved ones. I thought this one would be seen by a lot of people. Bill Tush, CNN Entertainment News, New York. クリントン大統領はハイチ侵攻中止の2日前にホワイトハウスで開催されたチャーリー・シーン主演の新作ターミナルベロシティのプレミアに出席しました。ヒラリー夫人が映画を見て緊張をほぐすようにと大統領に勧めたからだといいます。現在第2位の新作の主演スターチャーリー・シーンに聞きました。今回シーンは図らずもヒーローになってしまうジャンプの名手を演じています。撮影中彼も自らジャンプに挑戦しました。映画を離れても彼はある種の飛び降り的行為を決めました。ムービーライン誌の記事で彼はライバル俳優や共演者を厳しく批評、攻撃的で皮肉な一面を披露したのです。調子に乗りすぎたと彼は弁明しています。 I guess I was caught in a not so politically correct frame of mind during the interview. There were some people I got on that maybe I shouldn't have. I was still pretty much out of my mind at the time. I have since brought all that to a Flintstones halt.もっともこの数年、いい役を他の若手俳優にさらわれたと率直な不満を口にするシーンは、こうしたことを防ぐため自ら行動を起こしました。新たな面を見せる機会も得たターミナルベロシティには彼も満足しているようです。
above saying, I could use a hit right about now. I could use one, you know, and this would be nice. Dennis Michael, CNN Entertainment News, Hollywood. いい加減にしてよね。みんなを幸せにする技術、ソシオテックの三菱電機。ハリウッド映画の最新技術とゲームが出会うとき、全く新しいエンターテインメントが生まれる。敵が接近してきます。 3D 用ゲーム初登場の超大作、ショックウェーブ。迫り来るエイリアンを撃墜する白熱のドッグファイト、映画感覚の緻密なストーリー展開、大迫力のドルビーサラウンドシステム、インタラクティブムービーの要素を取り入れた全く新しいタイプのシューティングゲーム、 3DO 初登場の超大作、ショックウェーブ。エレクトロニックアーツ、ショービズ。まずはクイズを一つ。テレビ草分け時代を描く新作を監督したハリウッドの2枚目スタートは？正解はロバート・レッドフォード。限定公開ながら4位につけた映画で、テレビ史に残るスキャンダルを取り上げたレッドフォードに聞きました。ジェリトル presents the exciting quiz program 21. Give me the name of the explorer who discovered Mozambique. Vasco da Gama. 1958年当時、クイズ番組は大人気、そして出場者は大スターでした。レッドフォードを含む全米5000万人がブラウン管に釘付けになりました。We were at a very interesting point in our transition as a country. We were at our richest, we were at our flushest after the war. We were about to be introduced to this monstrous new medium called television that carried with it all this promise. 50年代、世間を騒がせた21スキャンダルに基づいたクイズショーは、クイズ王チャールズ・バンドーレンの浮き沈みを描きます。出場者の一人にインチキを指摘された彼は信用を失い失墜しました。 I was just a kid arriving in New York to start my life, my career at the time. I remember, I mean, it was unbelievable. What a shock. But there'd been nothing like it beforehand. Maybe the Teapot Dome scandal and politics, but there had been no...You know, Watergate was yet to come. The Kennedy assassination was yet to come. What if we would have put you on the show, put you on 21 and ask you questions that you know, say the questions that he answered correctly on the test this morning? I don't follow you. Just thinking out loud. I thought the questions were in a bank vault. In a way, they are. You want to win, don't you? It was the first time the public had to face the fact that what they saw on television wasn't necessarily the truth.人気番組21の不正を指摘した出場者がこのハーバート・ステムペルです。Everything was choreographed down to the exact second. For example, never blurt out an answer, be hesitant, roll your eyes a few times, you know, and then when you finally do answer and you find out you're correct, you come out beaming. What effect did it have on game shows after that? After the shock of the deception, All 36 of the quiz shows that were on television at that time went away. Now they came back, but they came back in a much minor case. かなりの成長を遂げたテレビ界ですが、もっと良いものを提供できるはずと彼は主張します。It's not realized the potential it has to educate and to bring some kind of integrity to the table. But it still is a vehicle by which we can learn the truth.50年代クイズ番組スキャンダルが示した教訓は、90年代のテレビ界にも十分に通用する貴重なものとレッドフォードは言います。たった1巻で封切られ、2日間で3500万ドル近い興収を記録したクイズショー、先週末から200巻に拡大公開され、トップ10の4位に食い込みました。この好成績はクイズ番組に対する観客の関心の高さを証明するものと言えそうです。テレビこと始めの時代の暗黒面を描いた映画は、現代のクイズ番組にも影響を与えているようです。ジェリトル presents the exciting quiz program 21. NBC のクイズ番組21のプロデューサーは、出場者に密かに回答を教え問題の人となりました。映画ではこの秋分に関わった人々の実名が使われています。
しかし、21の制作者、今は亡きダン・エンライトの子息ドンは、映画が全てを伝えているわけではないと言います。He was deeply, deeply ashamed at what he did. He lived with it every day. My father, he was selling health tonic, you know, and Robert Redford is selling truth. And I don't know about whether the health tonic worked, but I know this isn't true. 映画クイズショーは事実をもとにしたフィクションかもしれません。しかし、事件は今もテレビ界にインパクトを与え続けています。例えばクイズ番組プライスイズライトの出演者には厳しいルールを書き並べた用紙が配られています。Not a you nor any member of your family can be acquainted with or employed by any of the following: the producers of the show, any persons participating in the production of the show upon which you appear. I don't even know.The cost of the items. So there's really no way, no possible way for me to pass on the information. There's a series of different safeguards. Of course, now there's a federal law that makes it a felony for anybody to rig a game show. We know that our careers are at stake, that the company is at stake. The networks know that their licenses are at stake, and the stations know the same thing. So everybody's got a huge incentive to make sure that things are on the up and up.ジョナサン・グッドさんの父マークも事件当時クイズ番組の制作者を務めていましたが、幸いスキャンダルに巻き込まれずに済みました。しかしダン・エイライトは15年近くも業界のブラックリストに載せられました。その後彼は21の司会者だったジャック・ベリーと組み、ジョーカーズ・ワイルドなどのクイズ番組で再び成功を収めています。一部の批判はあるものの、クイズショーは早くもオスカー候補との評判を勝ち取っています。アメリカのお茶の間は連日連夜暴力シーンの攻撃にさらされていると言っても過言ではないでしょう。映画ナチュラルボーンキラーズはこの問題をテーマに取り上げていますが、果たしてその描写は過大なのか、それとも現実社会を忠実に反映しているのでしょうか。What are you thinking, Mickey and Mallory, huh? They're hot. They're hot. Totally hot. ナチュラルボーンキラーズでオリバーストーン監督は暴力犯罪を皮肉な視点で描写しています。ストーンは暴力好きなアメリカ社会とメディアの暴力称賛を訴えています。そんなアメリカ社会を茶化してはいるものの、全く現実からかけ離れたものでもないようです。 There was a woman who cut off a man's penis and she was celebrated nationally. There was two boys killed their parents and they were acquitted. There's the O.J. Simpson on the freeway being cheered by crowds.ストーンはこの他にも事件の犯人や犠牲者に焦点を合わせたテレビ番組があることも指摘しています。オリバー・ストーンは、モダンデイ・ジョナサン・スウィフト、and he does everything in overkill, pardon the pun. インサイドエディションのビル・オライリーはメディアの暴力称賛というストーンの考えを否定します。That is totally untrue. And the best example of that is what's happening in Haiti and what has happened in Rwanda.Those people don't have television. And that is the most violent scenario you could ever imagine. ベテランニュースキャスターのウォルター・クロンカイトは、メディアは事実を報道しているだけだと言います。The truth is that most news is news of aberrant behavior, something that is different. If it's the same as goes on every day,ストーンの映画ではタブロイドショーが最も皮肉られています。ストーンは地方局やネットワークニュースですら視聴率を稼ぐために他人の悲劇を利用していると言っています。Body bag at 11, the hospital at 10, the murder victim at 9. That doesn't mean it isn't legitimate news or that they aren't ethical.ナチュラルボーンキラーズの批判者の中には、暴力を利用しているのは興行成績を上げようとするストーンの方だと非難する人もいます。メディアが暴力を美化していることを証明できたかどうかは分かりませんが、この映画がヒットすればアメリカは暴力に非常に興味を抱いていることだけは証明されるでしょう。